ヒイラギは、スズキメヒイラギ科に分類される魚の一種。東アジア運帯域の内湾や、キスイ域に多い小型魚である。かつては、タカヒイラギ属レオグニソズに分類されたため、学名を、レオグニソズヌチャリスと掲載した文献も多い。トゲ、発音、発酵、口の身長など特徴が多く、日本では、西日本各地で、多種多様な地方名で呼ばれ、地域によっては、 食用する。制御は、全長1 5トルに達するが、1 0トル前後のものが多い。体は強く側平たし楕円型に近く、紅葉樹の葉のような形状である。後頭部が高く突き出て段差ができるので、同様の分布を示すオキヒーラギイクライツレビュレーティスと、区別できる。体色は青みがかった、銀白色だが、後頭部に黒褐色の反転がある。 また背びれの前半部も黒い。背びれは8棘状、16難状、尻びれは3棘状、14難状からなる。腹気の1棘も含め、棘状はどれも鋭く発達している。体表は、粘液が多量に分泌され、手で触れるとヌルヌルしている。体の後半部は微小で剥がれやすい鱗に覆われるが、頭部を含む、体の前半部には、鱗がない。口は、 比較的小さく唇も薄いが、前下方に筒のように突き出すことができる。また、上下の咽頭葉を擦り合わせ、発音する。食道に発酵バクテリアを強制させ、暗所で発酵もする。本州中部以南の西日本、朝鮮半島南部、東、シナ海西岸、台湾まで分布する。なお、琉球列島では同じ、ヒリラギ科の近縁種が多く見られるものの。 ヒイラギは沖縄本島だけの記録に留まり、沖ヒイラギは分布しない。内湾のサデーテ底に生息し、港などで数十尾ほどの小さな群れを作って泳ぐ姿が見られる。また、河口などの寄水域にもよく侵入する。植生は肉食性で、多毛類や甲殻類など小型のベントスを捕食する。 祭事の際には口を筒のように伸ばし、これらの小動物を吸い込む。産卵期は、初夏で、直径0.6から0.7ミ、mm、リメートルの分離浮遊卵を生む。標準和名、ヒイラギは、長崎での呼び名にちなむが、分布域に入る西日本の海沿いの地方では、様々な地方名で呼ばれている。ギチ、ギラ、ジンダ、ネコゴロシ、ゼンメ、ネコナカセ、ギンタ。 ネラギ、大ネ猫食わず、エノハ、ギギ、月ギン銀ギ銀ン、銀ガ鏡トリ、ニイラギ、ニロギ、トンマ、トンバ、ヒイラギ、シーバシーの蓋、猫食わず、花タレえば、ネコマタギ、イタイタ、シノハなど、地方名の由来も、銀色に光ること、小骨が多くて加色部が少なく、猫も嫌がること、体型が木の葉型で周囲に、トゲがあり、ヒイラギの葉に似ること、 発音することなど、様々である。鳥取では、エノハと呼ばれるが、九州の一部では、エノハといえば、淡水魚や豆を刺す地域もあるので、注意が必要である。上越市立水族博物館の飼育個体、地引き網、刺し網釣りなどの沿岸漁業で漁獲される。群れで行動するので、多数が、同時に漁獲されやすい。粘液で滑る上に、 ヒレのトけ状は鋭いので、素手で触れると刺さりやすい。そのため、鮮魚の取り扱いには注意が必要である。平たい小型魚なので下食部が少なく、さらに取り扱い時に滑る刺さるということもあり嫌う。人も多いが、地方によっては食用にされる。寝室は、アジ類に似た白身で、塩焼き唐揚げ、干物、吸い物のワンダネ、酢の物煮付けなどに利用される。 骨は硬いが、酢に数時間ほど浸すと柔らかくなる。ありがとうございます。